はい、えー。今回はこんな感じのアフターエフェクツで簡単に作れる 3D の棒グラフの作り方をご紹介していきます。まず、コンポジションを作成します。コンポジション、新規コンポジション。3D バーとして、フル HD のコンポジションを作成します。1920×1080 の6秒。そして、3D レンダラーの項目から、Cinema 4D を選択します。そして、OK。次に平面を作成します。 レイヤー、新規、平面。まず、背景を作成します。BG01。さらに、もう一枚同じ平面を作成します。こちらは、床としておきます。これで今、同じ色の平面を2つ配置しました。BG は一度非表示にしておきます。 そしてこの床の方を 3D のチェックを入れて R、回転ですね。X 軸を回転させます。90度。そして下に移動。p 1ですね。こうすることで床として使用します。高さはわかりやすいように900としておきます。こんな感じですね。そして背景を表示しておきます。 この背景に関しては今回は 2D のまま使っていきます。次に棒グラフの棒を作成します。長方形ツールで棒を書きます。こんな感じですね。線の塗りはなしで、塗りは赤で行きましょう。そしてアンカーポイントを移動します。 棒グラフの中心の下に設定します。コントロールキーを押しながらドラッグすることで、この中心の下に吸着させることができます。そして1、P、床の高さ900に合わせておきます。こうすると、この床からちょうど伸びている形となります。同じように、この棒にも 3D のチェックを入れておきます。わかりやすいように、名前もバーと変えておきます。 バー01次にカメラを配置します。レイヤー新規カメラカメラを配置して統合カメラツールを選択すると画面をドラッグしてアングルを変えることができます。こんな感じですね。平面の床に平面の棒が伸びているといった形となります。そしてこのバーですね。形状オプションから 押し出す深さを設定します。増やしていくと、こう、奥行きができる感じですね。この統合カメラツールの操作なんですが、左クリックを押しながら普通にドラッグすると、アングル。マウスのグリグリを押し込んでドラッグすると、1。上下左右ですね。右クリックを押しながらドラッグすると、前後に移動といった形となります。 これらを組み合わせて見やすい位置に調整していく感じですね。これで床に立体的な棒を作成することができました。今ライトがないので陰影がなくベタっとしているのでライトを配置します。レイヤー新規。ライト。今回は平行ライトを使用します。シャドウを落とすにもチェックを入れておいてください。OK。そして P。ライトの位置を移動します。 でこのライト一つでは暗いので、もう一つ、レイヤー新規、ライト、アンビエントで空間の明るさを作っていきます。背景も表示させると、こんな感じですね。ライトオプション、アンビエントの明るさを調整します。80としておきます。 床が狭いのでスケールで大きくしておきます S。こんな感じですね。そして、このバー、マテリアルオプション、シャドウを落とすをオンにします。すると、この平行ライトの光源の位置によって、こんな感じで、 影を落とすことができます。少し重いので画質を落とします。こんな感じですね。これで基本的な床と棒の設定ができましたので次に棒を複製してグラフを作っていきます。 カメラのアングルをフロントビューに変更します。そして、バー01を Ctrl D で複製、横に移動します。Ctrl D で複製、移動。 今回は5本としておきます。そしてアクティブカメラに戻すと、こんな感じですね。5本の棒ができました。この棒にアニメーションを設定していきます。棒をすべて選択して S。縦横比のリンクを解除します。 そして、棒の高さをすべて0.1に設定します。タブタブタブ0.1タブタブタブ0.1タブタブタブ0.1そしてキーフレームを設定。時間を進めます。そしてグラフを伸ばしていきます。よくあるのが、いわゆる右肩上がりですね。 右に行くごとに高さが高くなる状態そして最後のキーフレームには F9 でイーズするとこんな感じで棒グラフのアニメーションができます 開始位置を少し後ろにずらしておきます。何もない状態からこう伸びていく感じですね。これで棒のアニメーションが完成しました。次にこの棒グラフの下に文字を配置していきます。トップビューにします。上から見た状態ですね。ここにテキストを配置します。テキスト、例えばゼロ一八2018年ですね。 そして 3D 化。R。回転で X 軸をマイナス90度。することで上向きになります。見にくいので文字を黒くします。こんな感じですね。そしてまた、アクティブカメラに切り替えます。 高さがあっていないので高さを調整します。この床の位置が900ですので、高さを900に移動すると、ちょうど床と同じ高さになるのですが、レイヤー上床よりちょっと高い位置に配置しておきたいので、899とします。これでレイヤー的に床より前にあるので、文字がきちっと表示されるようになります。そしてまたトップビューに切り替えて、 複製して配置していきます二千十七複製十六 といった感じですねそしてアクティブカメラに切り替えるとこんな感じですね。 これでグラフにアニメーションが設定できましたので、最後にカメラを動かしていきます。カメラ。一にキーフレームを打って、時間を少し戻して動かします。 そしてこのキーフレームは0秒に移動。するとこんな感じですね。ライトを少し調整しておきます。アンビエント。強度。 ぐらいですねこんな感じで簡単に 3D の棒グラフのアニメーションを作ることができます今回は以上ですまたお会いしましょう